あ、こんばんは。窓際君、今日は真面目な話しますよ。はい、わざわざ、真面目な話と書いた通り真面目な話をします。今日はですね、どんなことをやるかっていうと、僕ね、はっきり言って政治がよくわかりません。もっと言うと、あんまり興味もありません。うん、本当言うと。では隣にいる人は何かというと、まあどっちかというと僕と相反する、まあ、政治関係の方です。で、実際になんでまた政治家になっちゃったのとか、まあ一応僕と同じ意識庁出身で、もっと言うと、学校が同じです。正確に言うと学校は意識中学までは同じです。それ以降が僕とは全然違います。残念ながら僕とは違いますが、そういう風で、なんでまた政治の方に行っちゃったかなというのを、僕としては、この都築さん、今度ね、いろいろ、まあ、選挙もあるんで、まあ、あんまり選挙の方の話には持ってかずにですね、実際に、今までどうしてこう政治の方に行ったかとか、そういう話、もっと言うと都築さんは小沢さんとは、近いところにずっとおられた方なんで、まあ、小沢さんっていうのは本当はどんな人なのよとか、そういうこととかなんかもう話せることまでしか話しません。危ないことは話しません。だからそこら辺は質問するのは勝手ですが、こっちで勝手に、判断して、却下しますんでね。そんな感じで、まずは、都築譲さん、はい、はい、自己紹介やりましょう。一応カメラあれなんで、はい、都築譲です。今から19年前の参議院、一応カメラ向いてくれます。参議院の愛知選挙区補欠選挙で、初当選をいたしました。その後は大変浮き沈みの激しい政治生活を送ってまいりまして、当選しては落選し、落選してはまた、ギリギリ当選をする、そしてまた議員辞職まで、するというようなことを繰り返しながら、意識の町長を2期5年、2年前に合併が実現をして退職、円満退職をいたしました。で、今日、まあこういう状況の中で新しい活躍の舞台を、まあ、求めているというのが実情です。もう少し長く申し上げれば、私自身は小さい頃は、小学生の頃は天文少年というか科学少年で、宇宙の広がりとか物理学とかそういったことに生意気ながら大変興味を持っておったし、日常生活はテレビでですね、それこそ赤胴鈴之助とか月光仮面とかね、そういったのに憧れていたんです。政治なんて全然分かんなかった。ただ1960年の安保闘争の時に、そのちょっと前にテレビが我が家に入って、でニュースが学生がわっしょいわっしょいと言いながら国会議事堂を取り囲んで、でその何を言ってるか分からなかった。その時に高校に行ったのかな、まだ中学3年かな、兄貴が、一番上の兄貴が、あれは岸を倒せ、岸を倒せと、こういうことで、なんてスクラムを組んでね、いわゆるなんていうかな、なんとかデモっていうんだけど、渦巻きデモをね繰り返していたのが非常に印象的でありました。だからもう少し大きくなると、うちの一番上の兄貴は、面白い話を拾ってくるのが好きでしたから、誰から聞いたのか知らないけれども、学校の先生から、ジョークをね、聞いてですね、将来何になりたいというふうに、お母さんが子供に聞いたら、その子供は政治家とこう答えたそうです。そしたらそのお母さんは、そんな悪い人になっちゃいけませんと、こう一刀両断にですね、子供を考えを否定をしたと、こういう話も聞いたりして、大変まあ面白い生活をしておりました。まあそんな中で、私がその中学高校と進むうちに、いわゆる中国では文化大革命が起こる、そしてまた、そうした流れの中で、いわゆる何て言うんですか、私たち団塊の世代ですよね、大学に入るのもものすごい過当な競争が繰り返されました。で、
大学もそうだし僕も予備校に行ったんですけども、あの予備校でも250人教室とかですね、信じられないような大きな競争、大きな教室で激しい競争の中でやってきたというのが実情で、ありまして、まあそういった状況の中で、こんなことでいいんだろうかというふうに思っておったら、全共闘の運動が第二次安保闘争ですね、こういったのが起こって、大学紛争というふうに今なった。そんな中で政治の季節を私たちは否応なく、まあ、迎えたという。でそんな中で私自身は働く人たち、自分も自身も非常に貧しい、家庭に育つことになってしまいました、ということで、そんな中で働く人たちが報われるような社会を作るということで、労働省という役所に1975年に入省をしてですね、やってまいりました。で約20年勤めて、先ほど申し上げたように民社党から、民社党の先生から、あの今度自社先駆け連合に反対をする勢力、愛知改革連合というのを作ってやるから参議院の補欠に出ないかと、こういうお話を、このまま話していくと、うん、僕が退屈なんですいません、あの僕が質問して答える形式にしません、はいはい、そうしましょう、はい、すいません、あ何、福島地震で揺れました、あそうなの、うんうんうん、あらま、うん、あ福島まで、はい、西は揺れてません、うん、はい、西は揺れてません、うん、で さっきのちょっと話、うん、ちょっとちょうどですね、佐川急便さんが、うん、ちょうど、はい、あれ、住所のやつをこう持ってきて、あなるほど、取ったんですけど、さっきのとこもう一回行きますね、大学卒業して労働省に入りますよね、はい、うん、はい、でとにかく僕は素朴に思うことなんですよ、はい、カメラを見てください、カメラ、はい、はい、すいません、やっぱり言われると思った、はい、キムさんの言う通り、うん、僕もねさっきから言うてんですけどね、うんうん、忘れて、実は言うと実はこのねタイムラインを見ちゃうということですね、うんうんうん、労働省って結局いわゆる官僚じゃないですか、うん、官僚ってなんか僕安定した、うん、つまり、うん、そんな簡単にこうなんつ辞めさせられることもないし、うん、僕非常にこう、うん、なんか安心感があっていいなみたいな、うん、官僚なんかやったことないけど、うん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 、思うんですけど、うん、はい、でなんでそんなとこを辞める気になっちゃうんですかね、うん、やっぱりさっき申し上げたようにですね、うん、労働者の生活を少しでも良くしようという思いで、うん、ちょうど石油危機、第一次石油危機の時に就職の時期を迎えましたんで、うん、飛び込みました、うん、ただざーっとこう行政のねあれを見てみると、うん、本当に何て言うかな、通勤ラッシュの問題は、はい、昔の運輸省から、うん、住宅のその家を買うためにものすごい膨大な借金をしなきゃいけないというのは、うんうんうん、これは建設省、それから子どもたちの教育の問題、あるいは自分が単身赴任をしなければいけないような教育のあり方は文部科学省の問題、健康の問題、あるいはお年寄り介護の問題は厚生省、労働省以外でやることがいっぱいあるということで、労働省の限界を感じたのが実際のところですね。でただ安定したその仕事を離れるっていうことは、うん、私自身も本当に心配ではあったんです、うんうん、ただ心配ではありましたけれども、うん、このまま労働省で働き続けたら、うん、労働省で殺されるだろうなという思いで、なんですか労働省で殺されるっていうのは。私は2回もですね、うん、もう課長になってから、うん、課長総統職になってから倒れてるんです、はっきり言えば。何をやって、イランのね太平洋労働大臣会議に随行として課長として、はい、行ったんです、うん、そしたらそのまあ、緊張感とそれから日頃の過労の中でですね、会議の休憩時間中にもう心臓が止まるようなあれで、うん、ぶっ倒れてしまって意識を失っちゃったんですね、うんうんうん、そんなことで
ただ後で見てもらったら別に心筋梗塞でもない狭心症も起こってないぞとこういうふうなことで、ただ時々胸が痛む時があったんですね。それからもう一回はね、大蔵省の課長補佐を労働省の課長様がね、ご接待申し上げるためにゴルフに行くっていうんで朝4時に起きて千葉県のところへ本省の幹部をね車で送っていかなきゃいけないと、こういう話になった時にトイレに入ってうんと力んだら血がドバッと出ちゃってですね、なんだこれとかびっくりしちゃって、本当に血の気が引くっていうのはこのことで顔が青白くなっちゃったんだけども、うん、じゃあただこれはどうも痔じゃなかったのかなというふうに後で言われてしまって、まあただそれだけのことがありながら誰も私の健康を心配しないで、で要はなんていうんですかね、僕も先輩も大きな仕事法案をね任せられると大体ね大きな法案ごとに一人ずつ潰れていくんですよ。脳一血とか心筋梗塞とかいろんなね病気でね死ぬ大家も、本来だったら事務次官になっただろうな、惜しいなと惜しまれながら死んでいく幹部がいたから、まあ、殺される前に辞めた方がいいんじゃないかなというふうな現実的な選択もいたしました。はあ、まあ、そういうことですね。はい、何そんなに、じゃあ、官僚の方々ってこう、なんつうの、倒れていく人が多いんですか？結構いる。だから枠抜けっていうかね、僕の兄貴も NTT の調整部長っていう、郵政省との連絡を役をね、4年間やって、普通は1年で交代させなきゃいけないと、4年やって結局大腸がんにかかって死んじゃいました。取締役の内示までもらいながらですね、やっぱね枠抜けしなきゃいけない。要はなんていうかな、民間会社だったら取締役になると仕事の質がガラッと変わって自由度が出てくるね、はい、で僕自身ね参議院議員に初当選させていただいて、今まで大臣とかはもちろん、自民党の国会議員に対しても本当にペコペコ頭を下げなきゃいけなかったのが、はい、議会で堂々とヤジを飛ばしてね、はい、こんなことさえ知られるかお前はとかなんとかね言うとえらい気分がスカッと晴れてですね、国会議員というのは自由業だなというのを本当につくづく思いました ね、うん、ね、で健康もその頃から極端に改善をしていったというのが、偽らざるところであります。じゃあ何、官僚よりも、国会議員の方が健康的？健康的だと僕はもうね、で国会議員って酒ばっかり飲んでるように皆さん思いだろうけど、はい、逆にものすごく気を使ってますね、うん、東京じゃほとんど飲まない、地元に行ってそれこそ1日におちょこ100杯飲まなきゃいけないからとか、そういう時のために体力を温存するという政治家が多いというのを学びました。あ、ちなみに結局こうあれですよね、こう選挙で衆議院議員とか、参議院議員に、参議院議員最初ね、最初に当選して、はい、その後衆議院議員、衆議院議員ですよね、はい、あれ僕よくわからんのですけど、うん、議員さんって何やってるんですか？うん、議員というのは基本的に国民の声を吸い上げて、で政党として結束して力を得てと、いうのは数の力っていうのはやっぱりいりますから、そうすることによって国会での発言権、本会議、あるいは各常任委員会、特別委員会、そういったところで発言をしながら、政府の野党だったら政府のその方針を正していく、政府側の与党に入れば、自分たちがそういう政策を官僚の皆さんと一緒にですね、練り上げていくと、まあ、練り上げていくというとかっこいいけれども、実は官僚がみんな下敷きを敷いたものを、使ってね、政策として、法律案にまとめる、最終的には政党がハンコを押さないと法律案として提出されない、そういう作業をみんなでやっていくということになるわけですよね。でこのほかだから調査という形でいろんな、なんていうかさ、特に政治倫理の関係で、汚職があったんじゃないかとかいうことになると、そういう政倫審とか、そういう証人喚問とか、そういう、まあ、調査事項案件
検討する、うん、で、うん、そこに至る前に、うん、まあ、委員会とか本会議とか、うん、政治倫理審査会とかそういうさまざまな活動の前に、うん、各政党ともみんな、うん、政務調査部というようなものを持っていて、うん、でそれぞれそこに入って勉強したりですね、うん、資料を研究したりしていくというのが、うん、国会での活動で、地元に戻ったら、うん、ぜひ次の当選を目指してまた活動をして、うん、自分がこういうことをやってると、うん、こういうことが重要だと、うん、こういうことでですね、うん、街頭演説をやったり講演会の総会でお話をしたり、うん、まあ、そういう活動をしてね、政治への理解を深めていくと、うん、ちょっとタイムラインの方行きません、はいはい、ちょっとねタイムラインが、ね、相当流れたんですよ、たくさん出てたですね、うん、どこで行きましょうかね。高一、村井君、過酷な職場だったんですね。あ、ちなみに君も過酷な職場だと思うな。うん、あと、労働省で過労死とは皮肉ですね。確かにそうですね。もう150時間も一月残業やったりなんかその当たり前だったですからね。あと、はい、ね、うん、キムさんが、政治家になって良かった点と悪かった点がありましたら教えてください。うんうん、先ほど申し上げたように自由に発言がね、はい、やっぱりできる。うん、かつて頭の上がらなかった大臣や与党の国会議員に対してね、はい、本会議場でヤジを飛ばしたりこのヤジがはまると本当にスカッとするしですね、うんうん、なかなか面白いところもありますよ、うんうん、ただあんまり汚く罵り続けるヤジっていうのは、はいはい、どうかなと思いますね、うん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 、あとこの、国会のない日、キララ、はい、キララシティさん、はい、国会のない日の国会議員は何をしていますか。まあ、勉強とそれからいわゆる政治宣伝活動ということで、うん、講演会の皆さん方の会合を開いたり、うん、あるいは僕自身もよく語る会ということで、うん、岡崎あるいは西尾はずぐん地区とか、うん、地区を分けてですね、うん、何十人か100人かこう集まってもらって、うん、それから通常の日であれば、うん、朝の凱旋ということで、はい、西尾の駅あるいは岡崎の JR とか、東岡崎の駅立ってですね、うん、通勤するサラリーマンの皆さんにお話をする、うん、あるいは、うん、大きなショッピングモールとかスーパーマーケットの前で買い物に来たお母さんたちに訴えると、こういう活動をやったりですね、うん、しております、はい、うん、だけど僕、うん、個人的な意見なんですけど、はい、僕、はい、駅とか、例えばこうよくこの時期になるとこう街角でこう一生懸命こう、うん、選挙の、ね、うん、方がこう立って喋、うん、ってるじゃないですか、うん、だけどこう立ち止まっておるほど例えば都会と違って、うん、時間みんなないじゃないですか、うん、そうですね、だから立ち止まってあんまりくれないじゃないですか、うん、あれでもやっぱりやってなきゃいけないですか、うん、そういうね街頭演説のやり方には2種類あって、一つは律令といって、うん、おはようございますいってらっしゃいませおはようございますいってらっしゃいませという簡単な律令、うん、頭を下げてね、うん、はい、やってるあれと、うん、から私はできるだけ少しでもほんの短い時間でも、うん、今の社会保障政策はおかしいとか、うん、教育政策なぜ変わっていかないんだとか、うんうん、そういうことを小さいフレーズの中でその、うん、まとめて言うと、うん、いうことをできるだけやるようにしてですね、それだとメッセージが伝わっていかないから、うん、ただ立ってるだけだったら、まあ、律令でね、うん、済む話なん で、うんうん、でマイクも使わせてもらうってことであれば、うん、少し遠くから来ている人が例えば西尾駅だったら、うん、階段をねトコトコトコと上がって、はいはいはい、うん、上の改札口に至るまで、うん、まあ、ボリュームは大きすぎないように適当にしながら、うん、ある程度短いフレーズで、うん、言葉をまとめて、うん、訴えたいことの内容をまとめてしまうというやり方もあるんです、うん、だからもう少し自由にスーパーマーケットのその、うん、なんていうんですか、車で来て降りて、うん、入り口まで行くっていうことであれば、うん、もう少し時間があるから、うん、そうするともう少し長い演説をやると、うん、でそのうちね
あのずっとその聞いてる人がいるんだよ、はあ、うん、この間の12月の衆議院選挙の時も、うん、僕は3人、いたですね、うん、1人は、岡崎の宇都駅で、うん、話を聞いてくれた若いお母さん、うん、からもう1人は高田の京葉デイツー、あのショッピングモールありますよね、うん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 、あそこで軽トラを運転して、うん、止めてきたあのおじいさん、うん、からもう一人は西尾の駅で、うん、僕は演説終わってさあ帰ろうと車の方へね、うん、歩いて行ったら、うん、寄ってきて、うん、私はホームレスです、うん、派遣切りにあってしまって住むところがないし住むところがないから生活保護ももらえないんだけども、うん、どうしたらよろしいか何かしてもらえませんかというお願いを言われた、うん、まあ、40代半ばの、うん、勤労者この3人の方からお話聞いて、うんうん、でそれぞれにねなかなか、うん、大変なことを言っておられるなと思ったですね。高田のおじいさんなんか俺はシベリアの抑留帰りだと、うん、要はそれでその国防軍とか核武装の件とか、うん、バカなことを言ってる政治家がいるけれども、あんなどれだけの苦労を俺たちがしてきたのか分かってるのかと、うん、まあ、私がなんか叱られちゃったような感じがして、ああ本当ですか、大変だった、ちょっとこれ聞いてみません、ね、当選と落選、キムさん、当選と落選の時の周りの態度はどう変わるんですか、はい、これね、みんな聞きたいですよね、多分、うんうん、当選の時はみんな喜びで爆発をしますよね、うんうんうん、当選はいいんだ本当は、うん、落選をするともう凍りついたような静けさがあたりを支配をするからまあね、とにかく申し訳ないと、私の努力不足で皆さんにはご苦労ばかりをおかけをしてっていうことで謝るんですよね、うん、だからやっぱりね、野田前総理じゃないけれども、うん、負けると分かっているようなその戦いを最初からやっちゃいかん、それは、うん、中国のそれこそ孫子というね兵法書がありますよね、うんはい、あそこに書いてあります、第1条は何を書いているかっていうと、兵というのは戦争ということだよね、うん、兵隊の兵、兵は国の大事なり、市政の地、存亡の道、察せざるべからざるなり、それは死に生き死にの話であるし、うん、存続できるか滅び去ってしまうか、民族全体が、はいはい、うん、そういう国の大事だから、うん、よくよく考えて決断をしなければいけない話だと、うん、そのことをね、うん、やっぱり政治家たるもの、まあ、常在戦場じゃないけれども、はいはい、常に心得ていかないと、うん、結局国民を殺しちゃったら、うん、何のために戦争したかわからないと、はい、こういう話になってしまうわけですから、うん、常にその思いをしっかりと、だから負けるその政治家というのは私も含めてそうですけども、結局本当に無駄なね、うん、自殺までする人はいなかったからいいんだけど、うんうん、本当にね過酷な、うんうん、戦いになる時があるんですよ、うん、っていうね、そこはよくよく噛み締めないといかんし、結局野田さんは300議席を50いくつかに減らしちゃったということは、はい、250人の首をね、うん、相手に切らせたと同じことですから、はい、うん、やっぱりね、まず国内でもそんなことしかできないのかと、こういう話になっちゃうというか、うんうん、まあ、もちろん時の流れがあるから、うん、調子がいいとこう思って踏み込んでいったら落とし穴にはめられたとか、うん、いろんな策略もありますから、うん、あれだけども、うん、なかなかねその判断というのは難しいと思いますね、うんうん、あと、それ以外にはですね、うん、選挙で、スタッフを、大阪さん、選挙では、スタッフを雇えないと聞いたのですが、基本的にボランティアなんですか？肉体労働ということで労務提供はもちろん受けられます。それは賃金の対価として行えるようなことで、要は機械的な労働作業のその職種というか業務については OK ですよ。ただ選挙ということは特定の選挙において特定の候補者の当選を依頼するっていうのが選挙活動という3要素があるんですね。この3つの要素に絡むことになるとそれは選挙活動じゃないか。で選挙活動を金に
任せて、金の力に任せて人を雇ってやったら金のあるやつが絶対勝つに決まってるじゃないかということになりますから、そこのところはものすごく特に国政選挙は厳しく限定をされています。僕の場合もだから豊橋でいわゆる電話作戦で約800円だったと思いますが、時給を選対の幹部が払ったと、こういうことで、逮捕されてしまいました。で、結果として私は連座制の適用を受ける前に、まあ、議員辞職をするということになりましたけれども、要は今度の衆議院選挙で都築譲にぜひ皆様のご支援投票をお願いしますというふうに電話で呼びかけたことが、投票依頼をしたということで、それは明らかに選挙活動なんだから、それは金で払っちゃいけないんだと、金をたくさん持っているやつが勝てるじゃないかと、こういうことになっちゃうわけですよね。だからそういった呼びかけ行動、例えば凱旋からみんな手を振る人がいます。で、ウグイス嬢と言われる人は、実はこれは公費でお金が賄われることに実はなっておるんです。ただ運転手は労務員、労働者として時給いくらで雇うことができますよという話になって、この人は左手でハンドル握りながら右手でね、よろしくお願いしますってやったら、これ選挙違反に実はなっちゃうという、まあややこしいわけのわからんね、複雑な規制があってですね、まあ困ったもんだなっていうところはあります。もっと欧米並みに自由にしたらいいんじゃないかという議論もありますけども、ただそうなると本当に金の力で動いていく。だから例えばこの問題をクリアするために、有力な保守系の議員たち何をやっているか、お金のある人はですね、もう半年ぐらい前から秘書を25人とか30人雇ってるんですよ。でこいつはもう前から俺の秘書だから、秘書給与を払うのは当たり前だということで、それこそ月々25万とか30万もっともらってる人もいいかもしれないけども、給料もらって、ほんで誰々をよろしくお願いしますと、こういうふうにやってもそれは咎められないというね、話になる。だから、ね、ものすごい、ね、脱法行為っていうか、すり抜け行為が横行する。金のある人だけできちゃうんです、結局ね。だからそこをね、本当にこんなことでいいのかというところを考えるか。と僕も。で、要はね、金がかからないようにっていうか、選挙期間もものすごく短くしちゃってるから、余計おかしくなって。それこそね、半年ぐらい前とか1年ぐらい、アメリカの大統領選挙なんか約2年ぐらい前にもうね、予備選挙からスタートしたわけですから、どれだけの金を集める。でも、金も集めたい放題で何億ドルと集めるようなことをやってるから、まあ、それぞれの国の事情があるんでしょうけども、要は日本の選挙制度も政治家がよく話し合って決めてるんじゃなくって、総務省の官僚たちが自分たちでコントロールしやすいように決めているというところも僕は問題だと。だから国民主権じゃないです。はっきり言えば官僚主権なんです。そこに今の日本の政治の一番の問題があると私は思います。あ、じゃあちょっとタイムラインもうちょっといきましょう。はい、さっきの、やつですかね、うん、周りの反応がどう変わったかという質問ですよって、さっきの、さっきの何だっけ、うん、当選と落選の時の周りの態度がどう変わったかっていうのは、周りの反応がって、つまり今までは先生だったのが先生じゃなくなったっていうことが言いたいんじゃないでしょうか、ね、キララシティさんは。はいはいはい、うん、ただ一旦政治家になると、うん、まあ先生先生って呼んでくれる傾向があります、うん、私もだから参議院議員を落選をして、で衆議院議員に2年後に復活してですね、行きました。でその後は今度は町長になったら、今度は町長さんって呼ばれてですね、うん、これまた親しみやすい、あれでですね、ただやっぱり当選して、特にその権限を持っているということであれば、それなりの敬意を表して、いただける、大変まあ重はゆい思いがいたします。普通のまあ都築さんでもいいしですね、うん、そんな、ただやっぱり人が離れていくようなね、もうこの人は政治家として、中にはご自分の判断で見切ってしまう方もおられますから、まあ、そういった人が以前よりは
なんていうんですかね、態度が変わったなというところもあります。それはそれでやっぱりしょうがない。で、政治家といっても特に私、一色町の町長をやった時には一生懸命応援してくれる人が国政選挙に出ると言ったら、じゃあもう応援しないというふうに言われる方もおられる。それもそれはそれで逆にはっきりしてて、いいんじゃないかというところもあると思います。はい。あと KK44 さんが、インターネットが使えるようになると、貧富の差が選挙に不利になりにくくなると思うのですが、どうでしょう。つまり金をあんまり使わなくてもインターネットってこう宣伝、結局例えば僕らもコーヒー屋やってて、大手と僕らみたいに小さいとこが同じ土俵で戦えるっていうのがインターネットの世界なんで、それと同じようにやっぱり選挙に関してもこの貧富の差が選挙の不利になりにくくなるようになるんじゃないかということでしょうね。逆にだからそういう大きな候補のための資本、あるいはね仲間を持っていない人が堂々と政治的な主張を広げて、それが多くの理解を得ていくっていうのは本来の民主主義の立場に戻るんじゃないかと思いますね。もともと民主主義っていうのはギリシャのポリスに発祥したというふうに言われておりまして、そこではそれぞれ市民がもう直接参加ですから、その集会の場で自分の見解をとうとうとこう述べて、でどれがこのコミュニティの存続のために正しいことなのかどうか、それを政策とかいう大きな話もありますし、細々とした日常の決め事もですねやっていくという、そういう仕組みだったと思います。ただ今これだけ1億人の有権者がいるような日本という国になったら、1億人が全部一箇所に集まるなんてことはできんわけですからそういった意味で大犠牲民主主義、何人かに、今だから定数是正が問題になってますけれども、何十万人に1人代表を選んで、それを衆議院とか参議院に送り込むと、こういう仕組みになっております。ただやっぱり特に政党政治だよというふうな形で改まってから、大きな政党に大きな政党交付金が行くということで、広報費用がたっぷり流れて、それこそ電通とか博報堂とか、そういう大手のメディアを使ったり、あるいは大手の新聞社と仲良くなって、いろんな情報を流して自分に有利なように流してもらうとか、いろんな操作が行われているのも現実だろうと思います。そういった中でこうして本当に直接ですね、もう私もびっくりしたんですけど、こんなすごいことができるのかっていうのを今日初めて見まして、不勉強を恥じているわけですけれども、本当にこれだけの機材を揃えるのも実は大変なのかなっていう感じもしますけれども、こういう形で本当に身近に自分の政治的な主張をお伝えすることができれば大変面白いなとこう思います。あとは皆さんがどれだけこの政治家に期待をするか、期待度が上がれば上がるほど視聴率も上がってですね、その見解がたくさんの人に広がっていくだろうと。ただつまらないことばっかり喋っているとすぐに忘れられて、テレビのこのなんていうんですか、番組表から削られてしまうようなことになりかねないから、これまた大変恐ろしいことだなという思いもいたします。お答えになりましたかね。だけど、基本的にはあれですよね、やっぱ、こう今までの選挙ってさ、よろしくお願いしますだけこう連呼してこう走り回って終わりみたいな部分あったじゃないですか。そうですね。だけど本来こうやっていろいろな話をこう聞いて、あ、この人はこういうことを考えてるんだとか、この人ってこういう人なんだなっていうのをこう理解して、そうすると例えば選挙で、例えばこういろいろな選挙があると思いますけど、その中でこの字を書く気になるじゃないですか。もうね、実は言うと僕、今まで一回も選挙を棄権したことがないんですよ。なるほど。それは素晴らしいんですけど、素晴らしいですね。ただ、実を言うと行くまでよく分からずに、とりあえず書いとけぐらいのことが結構あるんですよ。確かにね。
うん、やっぱり候補者が配るパンフレットとか、うん、候補者が責任を持ってやるあの選挙広報っていうね、うん、あれがありますよね、うん、でそれを読んだだけでじゃ あのその人の人柄とか本当に情熱とか、うん、そして政策の中身が、うん、具体的に示されているのかと言われると、なかなか本当に限られた文章の中で、うん、それを表すのは難しい面があるかもしれない、うん、だからできるだけ本当にその演説会とか、うん、今度も何か JC ですね、青年会議所の皆さんがなんかやるみたいですね、うん、公開討論会、うん、3人の市長候補者の公開討論会を、うん、5月の10日ですかね、うん、文化会館の大ホールを使ってやると、うん、こういうことを言っておられますから、うん、私ももちろん参加をしますけれども、そこで本当に生の声、生の政策、うん、こういったものを聞いていただく、そういった機会も活用されるとよろしいかなと、うん、本当にね、そういうことってすごくいいことだと思うんですよ、うんうん、ですね、でこういう今これ、うん、ユーストリームって、はい、生放送なんですね、うん、これの場合は台本がないわけですよ、はいはいはい、で台本がないはほいでもってこうやって、窓際君、インターネットの中の、意見は主にどの辺のものを参考にするようにしていますか、ツイッター、フェイスブック、無記名の掲示板、これは2チャンネルのことでしょうかね、うん、をしどこまでを信用しますか、うん、こうやって勝手にどんどんこう質問が来るじゃないですか。なるほどね、だから、うん、例えばある程度のこう演説会みたいなものだったら原稿が用意されてて、それで、うんうん、語って終われることが、うん、こういうふうにどんどんと、まあ、全てを僕も、反応が来るね、読んでるわけではないですけど、うん、こうやって来ると、うん、やっぱ素の部分が出やすいですもんね、うんうん、だから結構この素の部分が出るっていうのが僕は本来こう大切なことっていうか、うん、人をこう見分けるっていうか、うん、選挙でまあなんつうの、投票する側からすると、うん、やっぱ一番こう見たいとこじゃないのかなと、うん、鎧をかぶったもうなんつうの、ガードをしっかり固めた状態でもうミスのない状態のことよりも、うん、やっぱりそういうこういろいろなことが来た時にどういう反応するかの方が僕は価値があるような気がするんですけどね、うん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 、だからいろんな意見がやっぱりあるっていうのはですね、意識の町長の時代に経験しました。ご意見箱っていうのを作ってですね、住民の皆さんからいろんな意見、要望、こういったものを出してもらって、で町長まで全部あげると。最初はだから部長とか課長決裁で、処理してたんだけれども、答えを見せてみろということを言ったら、もう本当に紋切り型でね、こういうことはできませんとか、こういう法律があるからできませんとか、断る理屈ばっかりはうまいんだけども、うんうんうん、本当にこの困っている人たちの声を吸い上げて、でそれをどう行政のその取り組み、あるいは予算、こういったものと調和をさせながら満足してもらうか、顧客満足がやっぱり行政だって当然大事だから、うんうん、ただその時に僕が一番大事にしたのは、実名をやっぱり書いてくれている人についてはですね、うん、その意見は本当に最大限に尊重して納得いただけるように自分の署名を添えて回答すると、うん、で無記名の匿名の人の意見というのはですね、うん、どうしてもやっぱり無責任で捨て鉢になりがちだから、うんうん、それは気をつけない、うんうん、ただ気をつけないかんけれども、か弱い人が何とかしてほしいという思いで言ってきた意見を、うん、吸い上げないわけにはいかないわけですから、そこでの判断は、うん、その都度やっていく。ただ声が大きければね、うん、いいっていうことはないんです。いや、よく役場にね、大きな声を上げて怒鳴り込んでくる住民がいたんですでもう職員も辟易だから、うん、はいはいって聞いちゃうんだ、うんうん、ただ大きな声だから正しいわけじゃない、うん、小さな声だから間違っているわけじゃない、うん、だからそのことを職員には徹底して教えてですね、うん、で大きな意識町の役場はですね、一応館内全面禁煙なんですよ、うん、だから玄関のところに、うん、上の階も下の階もですね、最後の吸い殻を捨てる場所を、うん、置いといたんだけど、俺が通ったら吸ってる人がいて間接喫煙の被害を受けたから、あれを撤去しろって言って怒鳴り込まれた総務課の職員がはいはいってすぐ撤去しちゃったから、
バカ、そんなことをやったら一体どうなるんだと、あのタバコをね、あの消そうと思った人もそこにじゃ あのタバコの吸い殻を捨てていいということになっちゃうぜということで、もう一度戻してくれって言って戻させてやったし、やっぱりあのタバコ税ということで多額の納税者ですから、そういったものとのまあ調和をどう図っていくのか、確かに今は禁煙の兆候が増えてますけども、あのそういったものも大事にしながらバランスも取っていく必要があるなと、こんなふうに思いました。うん、じゃあもう一回、ちょっと、こっちで見てみます、はい、すいません、ちょっとコーヒーいただきます、はい、どうぞ、はい、スモールテイさん、インターネットで選挙活動ができるようになっても実際何か変わるかと言われると何も本質は変わらないような気もするんですけどね、うん、あの僕はね、うん、実を言うとそうではないような、うん、僕はね、うん、あの変わると思います、うん、僕が商売でこのユーストリームを扱ってて、もう実感してるのは人柄が、あのユーストリームは出ると僕は信じてます。あの僕もホームページを、まあ、あの面白がって作って、まあ、膨大に作って、まあ、それで、うん、まあ、お客さんがあの、まあ、インターネットで注文くださったりとかなんか ありましたけど、あのね、僕その当時、つまりホームページをやってた時よりも、うん、今電話でのこの質問とかなんかが多くなったんですね、うんうん、このユーストリームをやってから電話の質問が多くなった。これは何でかっていうと、結局メールじゃなくて電話の質問が多くなった理由は、僕はあの結構いい加減に気楽な人間だなと僕は思われたと思うんです、うん、つまり簡単に電話をかけてもいい人であろうというふうに思われたんだと思うんですね、気さくな人間だと僕は思われたんだと思う、うんうん、だからこれが僕はあのユーストリームの価値だと僕は思ったんですね、うん、だから選挙にこれは一番にはその人の人となりが出るのが僕はこのユーストリームだと思うので、うんうん、選挙活動として言うなら僕はいろいろな人がやっぱり、まあ、今回はまあ都築さんをまあここに招いてこうやってますけど、うん、実は言うとこの後実を言うと榊原さんって言って、うん、あの花火屋さんね、花火屋さんが、あの他の人も、声をかけて、うん、同じようなこと一応やるんですよ、うん、で僕は人柄をみんなを見てもらいで見てもらって、うん、それで好き嫌いはもう僕はしゃあないと思うんですよ、うんうん、誰がいい誰が悪いっていうのは、うん、やっぱその後は好き嫌いでもいいし、うん、自分はこう思うっていうことで考えてもらえばいいと思うんですね、うんうん、だからその前段階でまずはどういう人なのかを見てもらう場所を作りたいなっていうのが僕の考えなんですね、うんうん、ということで次いきます KK4U さん、でも現行は、公職選挙法でインターネットの選挙活動は厳密に言えば違法らしいです。これは選挙活動ではなく対談です。そうですね、全く対談なんで、うんうん、無視してください。そうですね、ちょっと一言言わせてもらうと、選挙活動というのはさっきも申し上げたように特定の選挙の特定の候補者の投票依頼をするという3つの要素がいるんですよね。でこれができるのは選挙が告示をされてから投票するまでの期間に限定をされている。それ以外は政治活動ですから、講演会の勧誘活動とかそういったのは自由にできると。投票お願いしますというと選挙違反に、事前の活動でということで違反になっちゃいますけども、政治活動というのはできると、まあ、こういうね本当にまあ面倒くさい話がある。それから僕自身はインターネットというのはものすごく大きく変えると思います。というのはアップトゥーデートというか、その日その日に起こった現実の問題に政治家はどう考えているのか、候補者はどう考えているのかとか、あるいはそのいろんな人の意見を聞いて政策を変えるということは考えないのかと。今名古屋の市長選挙、河村さんは 5% 減税でねやったじゃないかと、その率を変えるということは考えないのかと、こういうふうな話とか、本当に変えるときはちゃんとそこでね公約を変えるということを言わなきゃいけない話になりますから、そういうね何て言うんですか、政策を常に変化させていく意味っていうのは僕はあると思います。はい、もうねタイムラインがね、ちょっとね、走ってちゃったんでちなみに関係ないですけど、うん、タバコ税賛成です。はい、キムさん、はい、それから村井君、小さな声も取り上げてもらえる世の中が理想です。
そうですよ ね、 そうですね、あのいろんな人からの意見を吸い上げれるっていう状態はやっぱ大事です、うん、あ、まあ早く言っちゃったな、うん、その次、うん、KK4 ユウさん、駅で演説するよりはユーストリームで政策について、うん、議論する方がはるかに記憶に残るように思いますね、うん、おっしゃる通りですね、はい、それから、うん、窓際君、ネットといっても、文字情報と動画による情報とではまるで違う、概念でしょうかね、うん、こういうユーストなら直接話しているのとほとんど変わらない感覚でしょうし、はい、うん、スモールテイさん、本人が、直接運営して、見てくれればいいんですけどね、なんか上の人ほど秘書とかに丸投げしそうな気がして、実はとね、僕個人的な意見、これ始まる前にちょっと、都築さんとも喋ってたんですけど、うん、この iPad って、うちがよく、ダダ漏れチャンネルっていうのをやるときに使う iPad っていうのがありますけど、それを例えば都築さんとこの、まあ、選挙事務所にこう置いてで、ユーストリームで例えば決まった時間、例えば、9時とか10時、夜のね、もう帰ってこれるであろう時間で、事務所で、今日の出来事とかなんかをもう毎日こう配信してもらうと。でそこの中でこう例えばツイッターとかなんかで質問とか、をこう投げかけてもらったらそれに答えるっていうような、ことを例えば地道かもしれないけどこうやることによって、やっぱり人柄もそうだし、うん、考え方も伝わるようになるんじゃないかなというふうに僕は思いますけどね、うん、ということで次いきます。どれですか、これ、うん、KK よゆみさん、今は選挙期間じゃないので大丈夫だと思いますよ、うん、はい、そうですね。それから、村井くん、これは政治活動なんですね。あ、そうですかね。そういうことですかね。政治活動は政治活動ですね。はい、佐々木さん。佐々木さん、久しぶりです。都築さん、ご無沙汰です。町長時代にボーイスカウトでは大変お世話になりました。こちらこそ大変お世話になりました。はい、彼はね、結構面白いですから、うん、よくここの番組のゲストで、うん、使ってますから。なるほど。はい。もう15分前になってしまいましたが、はい、これ僕官僚からあれじゃないですか、政治家に入りましたよね、うん、で僕さっき勉強するって言ったじゃないですか、うん、このいろいろなことを政策のことを勉強するって言ったでしょ、はいはいはい、僕の辺をもうちょっと、しっかりと教わりたいなっていうか、うん、結局みんなね思ってることは例えば政治家になりました、うん、で例えばよくブログとかなんかで見かけるのは、うん、なんか近所のお祭りに出ましたとか、うん、なんかに出ましたとか、うん、僕やっぱりね政治家に僕はやってもらいたいのは別にお祭りに出てもらうことでも、うん、やこうなんかの会合っていうかまあねこうなんかイベントじゃないけど、うん、に挨拶してもらうことではなくて、うん、やっぱできる限り例えば、国の方の人だったら、国を動かすのの努力をしてもらうことだし、うん、県なら県を動かす努力だし市なら市を、うん、スムーズに動かすことだと思うんですよ、うんうん、でそれにね、うん、ちょっと違うことをやりすぎなんじゃないのかなと、うん、やっぱりその勉強を本当は実言うとああいうお祭りに出てますよ何に出てますよだけじゃなくて、うん、実言うとこんないろいろ勉強してるんですよ、うん、国会議員の方々とかなんか、うん、そこの辺をねやっぱもうちょっとね教えておいてくれないと、うん、みんながね誤解すると思う、うんうん、確かにね、うんうん、国会議員に求められる、政治家に求められる資質としてやっぱり大事なのは、うん、そういう政策を理解をして、うん、で住民の皆さんが喜ぶような政策をね満足できるような政策を、はい、実現をしていくっていうことだと思うんですよ、はいはい、ただその前提として大事なのは、うん、本人が議員バッジをつける、
はい、あの議員として当選をするために大切なことなんですよね、うんうんうん、でそのためにはやっぱりね住民の皆さんの声を聞くということで、はい、いろんな集会に出て、うん、でいろんなまあ喜ぶ姿勢があり、うん、あるいは共感をする姿勢があり、うん、あるいはそのドブさらいも一緒にやってね、はい、みんなにあのみんなと同じ作業をやっぱりやるとか、うん、そういうその共感、うん、情の面、はい、地の面情の面、うん、それからその実行力の面、うん、今いろんな要素が政治家にはやっぱり求められると思いますから、はい、あの地だけやるっていう知識だけ、ねはいはい、増やしていくっていうんだったらこれは官僚のやることじゃないのかと、うん、あなるほど官僚がそのやりすぎてで頭の中で突っ走っちゃって、うんあの住民を置いてきぼりにした政策をねやる、うん、それがどちらかというと消費税のこの厳しい時期の引き上げとか、はいはいはいうん、社会保障が大変な時の社会保障のこの切り捨てとか、うん、そういう話になるんじゃないか、うん、本当に困っている老人の皆さんの声を聞け、うん、あるいはあの子育て大変なお母さんの声を聞けと、うん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 、こういうことをねやっぱりあの住民レベルまで降りていって拾ってくるのは、はいはい、それだけの信頼関係を作らないとやっぱりできないと思うんです。だから本当に、ね、全人格的な要素が響いてくるかなという気がしますね。じゃあ別な、運動会に出てるだとか、うん、あれも一つ の, あの価値はあることだと、うん、パフォーマンスのように見えるけどもパフォーマンスだけじゃなくパフォーマンスじゃないよと、うんうんうん、いうことね、うん、いうこともあると思います。なるほどね、うん、あれを見て、そんなことばっかやってんじゃねえよって思ってるようじゃダメね、うん、一応勉強してるよと。あれでやっぱりねお父さんお母さんと握手しながらね、はい子供大きくなったねよかったねと言ってくれればね、うんうん、お父さんお母さんも喜ぶだろうっていうことがあるし、うん、それで関心を自分にやっぱり関心を持ってくれてるから、うんうんはいはい、あの有権者の皆さんも政治家に関心を持つっていうね、うんうん、そこがあるよね、うんうん、ちょっと待て、うん、はいはいおーおーおーユーストはやってるけど、普通座っとれ、うんうん、あの椅子適当あるでしょ。あ、了解です。はい、あコーヒー飲むか。あ、いただきます。うん、うん、今日はね、真面目にね、政治の話をしてるんですけどね。コーヒーじゃねえんだよ。ごめんね、はい、はい、こっち、はい、いただきます、はい、いや、でも見たっすよ、うん、おこれ映ってるやつをご覧になって、はい、いや僕ユースト見れないです。フェイスブックで、Facebook、あの案内を出したんで、はい、なるほど、うん、で生放送中ちょっと真面目に、うん、じゃああの、はい、結局ああいうお祭り、うん、云々とかなんかの人たちもやっぱり、うん、あの勉強はやっぱしてると、うん、うん、そう、うん、やっぱり勉強してますね、あと思います、はい、結構やっぱ、うんあのあれですか、官僚に負けないぐらいにやっぱ勉強しないと、うん、なかなかね、官僚はまたでも専門職だから、はい、で20年30年とね、うん、やってその課長だ部長だ、うん、あるいは局長だっていうような形で出世していく、そのぐらいのものすごい情報量を持って、はいね、で法令だって自分でその作ったり書いたりね、うん、なんかしてるっていうあれがあるから、そう簡単に太刀打ちはできない。だから政治家として大事なのはこの国の今の事情、うんね、国民が何を願っているか、うん、からあの中国や韓国や、うん、あるいはアメリカ、うん、ヨーロッパ、うん、アフリカ諸国、うん、どういう状況の中に日本が置かれているのか、うん、もっと広い視野から、はいはいはい、うん、物事を考えていくというのが特に国政には、うん、あの必要とされると僕は思うんですよね。逆に言うとあれですね、うん、政治家は情報収集力を持たないといかんってことですね。おっしゃる通りです、はい、おっしゃる通り、うん、だから、うん、あの今日中日韓の関係が悪くなって、はいはいますよね。あれも昔はその戦前からの遺産があったんですね、うん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 、人脈が韓国を統治したり、はいはい、中国に進出をした、うんうん、ただその中でやっぱりあのなんていうんですか、反中派とか県中派とか県官派とか嫌いだっていう人もいたけれども、うん、いやあの俺は陸士ね、陸軍士官学校の同期だとかさ、うん、いう人がいた、うん、あの僕今の韓国大統領のお父さんの、うん、僕正規大統領なんかね、うん、結局陸軍士官学校、それから台湾の李登輝総統だって、うん、あの日本の教育を受けて、うん、ものすごいだから人脈があった、うんうん、だからそれであの敵対してる間でも、うん、あの本音の話をね、うんうん、やることができるパイプがあった、うんはいはい、今ね
それがもう完全に壊れちゃったですね。だからそこがもうほとんど動かしていく力がなくなって、うんうん、むしろ中国も韓国もアメリカの方ばっかり向くようになって、本当は日本を通してアメリカを向くはずだったのが、うん、日本パッシングだよな、うんうん、なってしまったというのが外交力の衰えを表していると思いますね、うんうん、ちょっとまた、拾います。どこまで読んだかな、うん、ここからいきましょう。KK ユンユンさん、うん、国政選挙なのに、小選挙区というのが、無理があると思うのですよね、うん、中選挙区制にしないと、局所的な目標になりがちだと思うのです、うん、これどうですか。中選挙区の弊害ということで政権交代が絶対に起こらないと、うん、例えばこの西尾も以前は愛知4区ということで西三河全体が入って4人選、はい、代議士が選ばれるということだったですね、はいはい、うん、そうすると3人自民党で1人社会党とかね、うんうんうん、そういう形になったり4人全部自民党とかいう形になると結局派閥の争いで派閥のその政治集金力、お金を集める力のある派閥、はいはい、ね、例えば佐藤派とか岸派とか池田派とかいろんなのがあったでしょ、うんうんうん、そういったところにみんな頼って結局自民党で、うん、社会党はもともとだから政権を担う力なんか自分たちにはないと思って諦めてたから政権交代が起きない、うん、で政治腐敗ばかりが進んでいく、うん、それをどう変えるかということと、やっぱり政権交代が起こらなければ、うん、いつまで自民党でいいのかというところもあった、うん、それを変える力は小選挙区になって初めてできたけれども、うん、あまりにも未熟な政権党だったなというのが、うん、まあ、冒頭お話ししたような状況だったと思う、うんうんうん、ただ今の問題は、うん、僕は原点に帰ったら、うん、やっぱり主権在民で民主主義だということを忘れちゃいかん、うん、だから小選挙区の定数を減らせ減らせ、うん、最高裁が定数是正だと言ってるじゃないかと言って、うん、ゼロ増5減とかなんとか言ってるけれども、うん、僕はこれ間違えた、うん、本当は直接民主制が本来のあるべき姿であって、うんうん、だと例えばヨーロッパのフランス、ドイツ、イギリスみんなそうですけども、うん、だいたい9万人前後で、うん、1人の衆議院議員を選ぶという仕組みになってるんですよね、うん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 、ということは日本の場合は中選挙区の場合はうまくその中選挙区でやったからできたかもしれんけども、うん、直接その代議士を選ぶということだったら僕は300人をさらに減らしていく、うん、減らせば減らすほど貴族院議員になっていっちゃうんだよね、うん、1人の票当選させるために、うん、野田さんのところは50万票いるとかいう話になっちゃうと、はいはい、50万人の人といくら4年間あったって全部会えるのって言ったら会えるわけないわけですよ、うんうん、だからやっぱり8万から10万ぐらいの間でやるとなると、うん、その300の小選挙区を600ぐらいに増やす、だから、うん、比例の200など廃止をして、うん、参議院からも100議席を持ってきて600、うん、で、うん、給料は半分にしろと、うんうんうん、ヨーロッパの先進国はみんな大体どうでしょう1000万あるかないかですよね、はいはいはい、今日本の政治家は2300万円の報酬をもらってる、もらいすぎなんだよね、なるほど、うん、むしろただ私自身も経験したんだけど2300万ももらってどうするかっていうと、うん、政治活動を野党の場合は、うん、やる金がないんではっきり言って、うんうん、いろんな文書通信費とか、うんうん、来るけれども、から政党助成金も来るけれども、うん、それはみんな政党が持っていっちゃってるんだはっきり言って、うんうん、そうすると結局政党に頼らざるを得ない、まあ、それが一つのやり方だけど、そうじゃない、うん、やっぱりね、自分で寄付する分1000万とか1500万ぐらい、うん、あるいはもっと2000万ぐらいは、うん、一人の政治家の方にね、うん、預けて政治活動として使うんだったらどうぞというふうな形でやっていく、で本来の収入所得っていうのは今の半分の1000万で十分だと、うん、と僕は思う、それぐらいの改革、はいはい、で、あと多様な意見があるじゃないかと、うん、こう言われた時に何をやるかといったら、うん、参議院も同じように選挙区で選んでそれから比例区で選ぶ、うん、同じ仕組みだからおかしくなっちゃう、衆議院は全部小選挙区、それで参議院は全部比例区で、共産党を差別するためにどちらかというとブロックごとにね、うん、やっていけばブロックごとの死に票が増えるわけですよそんなねケチなこと言ってんじゃなくって、うん、共産党が取るんだったら取りゃいいじゃないかというぐらいの覚悟を決めて、うん、全国一律の比例代表で、うん、どれだけのその票を各政党が取っていくかということをやればいい、うん、
そうすれば多様な意見というのは参議院の方で反映をさせるということができる。で、小選挙区の衆議院は政権を担う政党をどこにするかを決定をする。だからね、あの300を超える議席を取ったところが政権を担えばいいというのが僕の持論ですね。ああ、なるほど。あの、ね、タイムラインがね、すげえ下がったんですよ。本当。これね、ちょっと待ってね。あ、これすごく面白そう。うん、まず、はい、佐々木さんが、これはごもっともだと思います。うん、市の首長、あの首長は、うん、直接選挙なので、どんどん市が変わるのも、首長、次第だと思いますが、どう思いますか。どう思いますか。おっしゃる通りです。ただ、あの市の担っている行政の 95% は、はい、これ私の感触ですが、うん、95% は国からの法定受託義務であって、ですね、うん、独自のあれをそう簡単にやっていくわけにはいかない。首長に与えられた権限は、うん、要はその誰を職員として採用するか、うん、誰を承認昇給させるか、はあはあ、そういうことであって、他のことは全部国やら県やらが、うん、細々としたことまで指導されていると。そこをどう突破していくか、そして、住民の皆さんのためにどうお役に立つかというところに知恵を働かせるのが首長の役割であって、役人に任せたと言ってたら、はい、国の言われた通りにただただいいダクダクとやっているだけに過ぎない、うん、それを変えなきゃいかんですね。はい、じゃあ、KK4 ユーさん、ちなみに政治家で実際に接してみて嫌なやつって言いますか。これいいですね。名前まで言わんでもいいですよ、うん、いないわけではないですね。ためにする議論をやる人っていうのは、うん、どちらかというと、この貴重な生きている時間をね、うん、無駄に費やすことになっちゃうから、うんうん、そのためにする議論で、私の何が悪いのかわからないけど私に反対だっていうふうに言われる方には困っちゃうですね、うんうん、正直言って。あ、うん、まあ嫌だとは言わないですけどね、うんうんうん。次、はい、いや、いい、全然いいです。栗さん、はい、ネットを有効的に使える宣伝上手の議員さんと政策を力強く実行できる議員さんはイコールではないのでは。あの、僕これに関して僕、うん、一つだけ意見言わせてください、うん、あのね、まず第一に僕、政治家の方はやっぱり情報発信力は必要だと思います、うん。で、情報発信ができない人間が僕はあの政策があの力強く実行できる。だって人に伝えることができない人が、うん、あの力強くあの実行できるとは僕は思えないんですね、うん、やっぱり自分がこうやりたいんだっていう強い意志がやっぱり他の人の、あの心を動かしてあの動いていくんだと思うんですよ、うんうん、あの官僚の方々が頑張ってそれを、うん、あ、そうだそうだと思って動いていってくれると思うんですね、うんうん、だから僕はあの宣伝上手っちゅうだけじゃなくて、やっぱあのこういうユーストリームみたいなものは、うん、ただ宣伝が上手っちゅうじゃなくて、うん、やっぱり人を動かすため情とかなんかも結局伝わるんで、うんうんうん、だからそういう意味ではあの、うん、宣伝上手というだけじゃなくて、うん、実行できるかも全部、うん、伝わる、媒体だと僕は思ってます。おっしゃるとおりです。はい、はい、その次、KK44 さん、別に減らさなくても人口あたりで均等に、増やせば一票の格差はなくなると思うのですよ、うんうん、これ難しいですけど、うん、やっぱりこのエリアってありますよね、うん、エリアがある、うん、それはね、うんうん、あまりにもその広すぎちゃうっていうのは、まあ、比例代表の場合はそれを前提として、うんうんうん、あの政党選挙に多分なるんですけども、うんうん、一人の人がどういう主張を持って、うん、どういうその情熱を持って取り組んでいるかっていうのはある程度身近な人がね、今言われたように、うんうん、あの人を動かす力があって、うん、この人だったら信頼できる政治家だというふうな形で投票行動に移るというのが僕は大事だと思うんですよね、うんうん、それで初めて政治を動かしていく力ができるというふうに思います、うん。次いきます。はい、もうね、どんどんいきますよ。まうん、ついでに、KK ユニさんがもう一つ。というか、定数を減らすのは政治家には難しいかと。
うん、だからそれをやっぱりやり遂げないと、だから定数をね減らすというか、うん、僕の場合は定数は増やすんだよね、逆に言ったら、はいはいはい、うん、衆議院は今の小選挙区300と、うん、あの比例の200を600にするぐらいで、うん、ちょうどその1億2000万の人口のその20万、うん、で有権者だったらその8割になりますから、うん、はいはい、そういうふうに減って、1人当たりの人口数が減っていくということで意味がある、うん、ただ、うん、数は増やす、それが衆議院の、うん、だから参議院の方は今250にあるのを100、うん、衆議院へ持っていっちゃうから、うん、そうすると150という形になりますから、はいはいはい、うん、やっぱり減らす、うん、で給料も減らすという形で、うん、あの、給料減らすことでね、国民の皆さんに、うん、あの一生懸命弁解をしているようなつもりかもしれんけども、うん、まだまだ足りないね、もっと徹底的にやらないと、で政治活動には必要な額はね、うん、であのもう一つはだから野党が完全に潰れないように、うん、あの第2位になった小選挙区でね、うん、なった人にも、うん、いくらかの公費を渡すような形で政治活動を保障してやるというぐらいのこと、これはイギリスのその選挙制度で、イギリスでなぜその、うん、保守党と労働党、うん、その前に自由党があったんだよね、うん、はいはい、自由対保守っていうのが、うん、労働党が自由党に変わったんだけど、うん、第3党として自由党が残っているんですよね、うん、それはなぜ残ったのかっていうと、おそらくそういう政治資金助成制度があるからだろうというふうに僕は思います、うんうんうん、ああなるほど、うん、から次、はい、もうね全部読むの大変、キララシティさん、西尾氏は中選挙区制の、2大 自民党代議士勢力が争い、過去の、県議選や、うん、市長選でも血で血を洗う構想が繰り広げられてきましたね。あ、すいません、僕そこまで知らないんですけど。キララシティさん、あなただけですよ、よく知ってるの。次行きましょう。KK 4人さん、地方分権は絶対必要ですね。あ、うん、必要ですね、うん、何でも国の統制でね、うん、やるというのは間違い、うんうんうん、それから、村井君、衆議院は小選挙区で参議院は比例代表、賛成です。うん、うんうん、あ、これもちょっと興味ありますね、組織票って言葉がある時点で違和感がありますね。うんうん、おっしゃる通りですね。うん、まあ本当に政治も長い時間を経て作られてきてるから、業界のね組織票、うん、あるいは労働団体の組織票っていうのがね、うん、定着している。ただだんだん今有権者の皆さんの政治的な関心っていうのは自分自身の判断に、うん、よるようなね傾向が、うん、出てきてんじゃないかなと、うん、で本来はだから民主主義といったらそういうねものがあって、どこどこの組織に属しているから自分は良心も知識も全て投げ打って組織の指示に従うっていうのは本当にどうかなっていう思いがしますよね、うん、まあ、あれですよね、こういろいろなね、うん、こうトヨタだとか、うん、ね、いろいろなこう、うん、大企業がいると、うん、そう、大企業は当然そういうあるとこをこう応援している、うんうん、当然なんつうんですかね、この働いてる労働者はどこどこ応援し、うん、で上の方はどこどこ応援しみたいな、こういろいろこうどっちが来ても大丈夫なように、まあよあの日とこはなってますよね。で現実には例えば今ちょうど見学に来てる彼なんかはまあ大企業のに入ってるけど、実際にどこに入れるかっていうのは自由ですもんね、本当は基本的にはね。うん、あ、もうちょっと近く置いてあった、うん、匿名でいいから、ね、やってるんですけど、うん、その、まあ、会社が労働組合が応援してる人っていうのを、うん、こうポストカードみたいなのを使って、うん、で住所と名前とか書いて、うん、電話番号とか書いて、うん、で友人の名前とかも書くみたいな、はいはいはい、実際はその人のこと知らないし何をやってるかも知らないのに、うん、名前を書いて応援しないといけないっていう活動をやってて、うん、僕はもうそれがすごい嫌で、うん、でなんなら友達の名前とか、うん、ね、親の名前とかを書くのも嫌なんです、
です。なるほどね。やっぱ個人の自由っていうね、ものがやっぱり強く訴えられる、うんうん、昔はだから自分たちの利権をね、うん、業界でも労働組合でもそれぞれ利権があったわけで、利権を守るためにはお前たち我慢してくれという話だったけど、うん、今本当にじゃあその利権がね、例えば守られているのかといったらそんなことはない世の中になってきたんです。はっきり言って労働者だって本当にそれぞれ超優良企業だけどもブラック企業とかさいうふうな形になっちゃってるし今調子がいいからいいんだけど調子が悪くなったらみんな大量解雇の、ね、対象になるとかいう状況になってるから、うん、やっぱり自分のそのポジションというかそういったものを自分のやっぱり力で守っていくっていう傾向もできていけるし、逆にそういう形で促さなければいけないのは、うん、社会のその運営を担っている行政運営、うん、だから本当に今までだから大企業だったら一旦就職をしたらそこで永久就職で退職してもね、退職金をもらった後も年金やらあるいは退職医療やらで面倒見てもらえるっていうところがあったけど、今もうそれが続かなくなっているのがパナソニックとかソニーとか、ね、シャープとか名前出しちゃって悪いけれどもそういうところになってきちゃってる、うん、そうすると何が必要かって言ったら最初から大企業に就職できなかった若い人たちの社会保障をどうするのかと。この人たちは健康保険にも、ね、自分で入らなきゃいかん、ね、会社の健康保険がないわけだから年金だって国民年金に入らないかん、うん、こういうね仕組みになってるけどもやっぱそうじゃないんじゃないかと。これだけ流動化する世の中になったら社会の仕組みそのものを変えていかないと今までのような活力っていうのは出てこないと僕は思うし、まあそこはねご自身がどう判断されるかという問題もあるとこう思います。まあ、はい、次行くよ次行きます。あそこ座ってね、はい、その後、世襲についてはどう思いますか。うん、僕はやっぱりね小沢さんという人がいる限り世襲というのはやっぱり認めるべきだとこう思うんですよね、はいはい、中には世襲の議員で酒飲んだり食ったり、うん、そのね二号さんというか女の友達をたくさん作ったりワイワイやってる人もいるけれども、うん、もうそんなに世襲ということで金が集まる世の中でもなくなったし、うん、まだ残ってるかな、そうではなくってただ政治的な、ね、経験を積むっていうことではやっぱり自分の父親がどういう苦労をして、うん、どうやって当選を果たしていってるか、はい、からその人間の、ね、組織を引き継いでいくっていうのはものすごいメリットがやっぱ大きいと思うんですよ。で僕は小沢さんああいう人が生まれるだけでもね、うん、世襲というのは否定しちゃいけないと思う、うんうんうん、っていうのは小沢さんも世襲だったからあそこまで行けたんで、うんはいはい、あんなにね怖い顔をしてさ、うん、言うことはぶっきらぼうでさそんなあれ見てたら誰も応援しないんじゃないかっていうことになっちゃうな、うん、一から出てきたら、はいはい、うん、僕もね世襲 OK だと僕も思ってます、うん、例えば僕は商売、まあ、この商売自分で始めたんですけど、うん、2代目3代目の方々が、うん、いけないかっていうと全然いけなくないと思うんですよ、うんうん、2代目3代目はやっぱりそれなりにやっぱりいろいろな、うん、もうその状態からスタートするっていう部分で言うと、うんうん、それは一つの、まあまあ、メリットであるし、うんうんうん、いろいろなもう人脈も最初からできた状態からスタートできるっていうのは、うん、僕は価値だと思うんですよね、うんうんうん、その価値を使わないっていうのは、うんまあ、はっきり言って意味がない、うんうん、ただそれを自分のね、うん、利得のためにだけ使うということになると、うん、それはどうかっていう、ねはいはいはい、批判は当然受ける覚悟をね、うん、してもらう必要がありますよね、うんうん、キララシティさん、でも今は組織票といっても、末端まで浸透していませんよね、うん、同じ屋根の下でも投票する候補が違ったりして、あそうでしょうね、うんうん、やっぱり選挙活動の自由というのがどんどん拡大してきて、うん、昔はねお父さんが言ったらお母さんもみんな同じようにね投票行動を取るというのは当たり前だったけど、うんうん、今そうじゃないです、うんうん、どんどん自由にね投票することで本当に大切な政策希望する、ね、世の中、うん、こういったものを作っていくのが選挙というものになりますから、うん、大事だと思いますよ、うんうん、だからある意味こう、まあ、今回、まあ試験的に、まあ、今回この都築さんが、まあ、一番最初に、うんまあ、試験的に、まあ、こういうふうに、うんまあ、この週刊フレーバーで、うんまあゲストに、来てもらったわけですけども、うん、僕もっとこうじゃんじゃんといろいろな人をこう呼んで、うん、聞いていろいろ聞いてみたいんですよ、うん、でいろいろ聞いて、ね、
あの当然僕はあのその人たちをこう、うん、なんつの無理難題を言っていじめたいわけでも何でもなくて、うんうんうん、その人たちのこのどういう人たちなんだと、うん、やっぱり人となりをやっぱりあのみんなに 見れるように、うんして、であこの人はこういうとこがいいよね、でそういうとこが気に入った部分、うんうん、また政策とかなんかでもこういう考えでやってくれるんだったらいいよねっていう風で、うんうん、あの全てが僕は鈴木さんを応援する、うん、あの人に なってほしいわけでもなきゃ、うん、あの敵として見てほしいわけでもなければ、うん、もう勝手に判断してもらうだけでいいと思うんですよ、うん、で僕はこういう番組を作って、うん、あのとにかく鈴木さんっていうのはとにかくこういう人ですよと、うん、僕はそれだけでいいな、それ以上は、まあ、あの今回は、必要ないと僕は思ってるんですね、うん、だから、まあ、この後またあの他の、実を言うと、まああのうん、候補の方々も、まあうん、あの多分曜日が違うと思いますけど、うん呼んで同じようなことを、うんまあ、やりますけ ど、うん、それを見て、うん、あの誰がいいこれがいいっていうのはもうはっきり言って勝手に決めてください、うん、僕はあの誰を押すっていうことも何もないので、うんうん、そういう感じで、うん、あとなんかあの言いたい残りがあればうん、聞きますが、あいえいえ本当にあのいい機会を与えていただいて、はい、ありがとうございました。ぜひあの私もこういったものを工夫していかないと現代についていけなくなっちゃうなっていう思いがしますので、はい、あいいですよこういうものは教えますから、はいはいはい、実際に本当にやっぱりみんなが情報を発信してくれて、うん、みんなが発信してそれを見て、うん誰がいいかは、うん勝手に判断してもらいたいと思いますよね、うん、なんだ佐々木さん、いつか某テレビ局の朝まで週刊フレーバーはやりません、やりません、それ無理です、嫌です。それから、村井君、元せ、あこれ多分つが入るのかな、うん、もっと政治が身近なものになると良い世の中になると思います、うんうん、そうですね、そうですね、そういう風にいきたいですね、はい、という感じで、はい、今日の、本日の、週刊フレーバーは、何でしたっけ、政治を、うん学ぶということで、うんやってみました。そういう感じで皆様、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。あこれでも記録映像